やるな決めろ決めたら迷うな。今日はね、5人の昔からいてくれるねスタッフと会って嬉しかったしね、まあ想像してる以上にみんな熱いトークしてくれて、本当にね振り返ってみたら俺も頑張ってきてよかったし、よくねついてきてくれたなっていうことがね確認できて、本当になんていうかな爽やかでもあるし、あったかい気持ちになれてよかったなと思います。で今日はねもうねこれ打ち上げになってますんで、こいつは今ちょっと小さなお茶買ってもらってるんで、ね、これ辛抱して大きな体に小さなお茶なんで、ね、よろしくお願いします。でね今日みんなが喋ってくれたことを中心にね、まあ、それとか今聞いてくれたんで、まあ、感じたことをねフリートーク約10分からして終わりたいなと思いますんで、それでは始めます。マサ君どうぞ。はっ油断すんなお前。山口さんの髪の毛いじろうと思ったんですけど、まあ、後輩が失礼なんですけど、一緒に働いてました。はい、一緒に働いてたんで当時。あ、その社長が、はい、社長が SPC 行って店抜ける抜ける、あ、本当だ。山口さんに任せたで、そう、まあ、そういうなんかちょっとのらりくらいにヘラヘラしてる先輩みたいなイメージだったんですけど、マジで気合入って、多分ちょっと気合の入り方も間違ってたと思って。え、みんなをこう回すっていうよりもドライヤーの持ち方からこう回し方から全部社長の真似してるっていう感じになっちゃったなっていう。切り方そっくりやもん。切り方も立ち方乾かし方全部そっくりになってて、で一番似てたのはあの髪型です。髪型そっくり真似してましたよ。でもなんか切り方とかそっくりやな、うん、あのこうちょっと貧乏ゆすりするところはあれ意識して真似してたんですよ。貧乏ゆすりはまあいらないけど、でもまあでもすごい憑依してましたよね。それぐらい間違えるときは確かに。でも店長当日休んでるからね、オープンの記録やろ。さっきその話言おうと思ってましたけど、人生で一番しんどかったですから。いやいやいや、俺お前恋愛せよ。いや普通休まへんや、そんなオープンこいつらしておっても処理しとったやんのお前。どっちが上やねんお前。お前風のくせこうやって足2箇所折れたやんの。でも処理しとったやんの。どっちが上やねんお前。逃げた。僕は逃げてはいないですよ。逃げた使えない。逃げてやってらんないっすよっていう感じで。それ逃げたんじゃない。あ、そうそう。年末の一番忙しい日や思い出した。お前年末じゃない。お前店長初日休んだくない。あの時は俺が店長してて辞めて移って谷沢になってもうそれに頑張らなあかん時にちょっとあのうまくいかへんスタッフがいて近時間。そうそう、そこでちょっとなんか揉めてこんなやつと一緒にやってられないっすわっつって飛び出して。そうなんですよ。でも当時その毎週っていうか、まあまあまあ、毎週レベルでなんかどっかどっか揉めて喧嘩したとか、そんなのをなんかそれを中村さんが全部仲裁するみたいな。でも1週間のうちほぼほぼ毎日家帰るの3時ぐらい。居酒屋にいつもこのメンバーでこっちに。いや、ここいい。いつもいつもいい。さっき帰らんだけなんですよ。最後までいないですよ。さっきお先ですって。ここはいたもん。だいぶいましたよ。ここはいた。から先の何やったかな。ボリズル。あ、でもいつもこのなんかこうね、毎日宴会やから。懐かしかったですね。どうしたら100になると思ってんのお前ら。その時でした、ね。その時でした、ね。お前のミスのあいつ元気ないよ。どうなってんのよ。大丈夫です。大丈夫。ずっと考えてましたもんね、社長も。でも確かに。あいつどうなってんの。今思うと、あんまり数字の話されなかったですよ。全くせえへんな。はい。あいつどうなってんねみたいな人の話ばっかりです。うん、もうそれは基本的に今でもそうよ。あ、そうですか。うん、それは伝統として、そう、うん、僕もなんかね、一人なんか辞める子がいて、その子のことをずっと考えるとって、湯船に使いながら考えてるってずっと言ってはったんですよ。あ、それをなんかね、もうちょっと、あ、そこまで思ってはんやなっていうのを、うん、嬉しかったですね、なんか、うん、でもいいんだけど、今日も思ったけど、ある一定の期間、本当に真剣に付き合ってた人たちっていうのは、その後10年会わへんかって、もう20年会わへんかって考えた。会った瞬間にないねん、その間が。確かに。昨日も一緒にいたやんぐらいでいいけど、お前らもしたけど、たまたま全然やん、昔だし。確かに。で、まさかのこの間、名古屋行ったけど、全然普通。全然普通に確かに、ね。昨日まで一緒にいたぐらいの勢いで、なんか。確かに。それがすごいなと思う。いや、それ本当に財産ですよ。うん。確かに。ぶつかり芸会だからよ、それ。
確かに。田中さん、25年増えてたもんね。すごいね。そんな感じはしないですね。全然そんなんよ。大悟さっきも言ったけど、田中君の親父がな、いつも練習終わって夜中やってやんか。大悟いつもこうやって。でね、今田君、頑張ってやって言ってね、いつも書いた。当時ね。あれね、なんかね、何でもいいし、その期待せず、この本気で何かに打ち込んでいると、この周りなんか期待しなくてもいいし、意識しなくてもいいし、知らないなんかね、こういい影響を与えることになっているんじゃないのっていうのがあるから、周りには関係ないんだよ。俺なんだって、お前ら一人一人がどう考えてるかってことないから。ひどかったの、最初、本当に。あの、いやいや、その、人のためにとかじゃなくて、人を住むためにやってるんだよ、自分自身のためにやったんだよ。練習量が半端なかったんですね。俺すごい練習自分でもするしすごいしたけど勝てへんぐらいしてた、もう最初言ったらびっくりした。年間で350人全部練習してるって。そうそうそう、終わってもずっとやって、ほんで飲んでぐでんぐでんって朝起きてまたしてみたいな。僕ら中さんに聞いたことあるんですよ。病院に入院して、入院そうそう、病室でもなんかやってたって聞いたことありますよ。正直もうちょっとコンテストチャレンジしたんですよ、ね、その時にお前センスないんだからお前そっちじゃねえだろみたいなこと経営者目指せるの、はい、言われた、まあ、自分が技術のセンスがないってことは結構分かってたんですよ、うん、いやもうこれ超えれんかったら結局もう絶対同じ土俵に上がれないんだみたいな感じで、もうこれやるしかないと思ってコンテストにも打ったんですよ、うん、振り切って一回。だからで俺もうそのうちにいた時のお前知ってるやんか、下手でしたからね、うん、だけどその後のそのフォトの作品とかね見て、で例えばその3年間、はい、休みを全部講習にね費やしてやったっていうのを聞いて、でここまで変わるんやなみたいな感動したし、ね、ああそうですか、それはもちろん嬉しいです嬉しいです、感動した。それはやっぱりやるやつやるしなと思ったし、で、まあ、今聞いたみたいに、じゃあ社長はそのコンクールそこやってきたから、俺もそれやらへんかったらこう超えられへんって思ってくれたのはね、はい、まあ嬉しいなって本当に思うし、まあ、なんだろう、もうそこなんか、まあ、指定関係なんですけど、やっぱりそこはなんか、まあ、まあな、いや、なんなんですかね、やっぱちゃんと、うん、ちゃんと頑張りたいなっていうのはありますよね。これ昔だからちょっと、まあ、言ったようにそのなんていうんかな、日本一までなれたら俺の人生変わんなみたいな。